ルベド使ってる人あんま見ないけど人気ないん？それはどの人たちを見た感じ？アルベドは強いけどな、インフレしてるしね。実際アルベドはインフレに適合できてるキャラだから。アルベドが復刻来たの 2.3 で、 2.3 でシナバースピンドルが追加されました。カカン4セットが追加されました。ゴローが追加されました。でアルベドは三重の強化を受けました。その強化を受ける前はね、マジでマジでインフレしてることに気づいてほしい。アルベドは疑似強化で2秒に1回バーンってダメージ出て1万5000ダメージぐらいだったよ当時は。めっちゃ頑張ってる人で、頑張ってアルベドで2万ダメージいきました、すごいでしょつってツイートが来るくらいだった。いや2万ダメージ出たらね、当初はめっちゃ強かってん。いやアルベドそれでも評価高かってん。ただまあなんかインフレしてきて、まあ、30シナバースピンドルとか、まあ、カカン4とかゴローが追加されて、アルベド普通にその気になれば4万ダメージとか出るようになっちゃったんだよな。やばいよな火力2倍になってんのバケモンやんな、すごいな弱いかって言われたらインフレに適合できてるから全然そんなことはないんじゃない。さすがに昔のままだったら良かったと思うけどね。いやツイッターで DM 来たもん昨日ね。いや私ツイッター DM 結構いろんな人から来て、昨日友達からアルベドのダメージが2万5000ダメージしか出てなくて弱いって言われましたっていう DM が来たんだよ昨日。で、まあ、それ見て、あーインフレってやっぱしてんだなって思ったわ。2万ダメージ出てたら強かったんやで、昔は。2倍ぐらいになってるのやばいよな原始結局ベネット、ユクアキ、シャンリンとか初期の星4キャラが強いキャラクターがいるから、あんま環境変わってなくてインフレしてない気もするけど、してるキャラクターはしてるんよな。おもろいね。良い意味はインフレしてくれ。いやインフレはどうだろう。一番原神で昔と火力が変わってインフレしたキャラクターはアルベドだと思う。2万5000ダメージ出て弱いっていう言われちゃうのがやばい2万5000ダメージなんて、昔はアルベド3突して、しかもなんか生物クソ強じゃなかったら無理だったはず。2万5000出せてる人いなかったんじゃない。むしろ会心率 20%30% に絞って会心ダメージ可能な限りまで盛りまくったアルベドがようやく到達できる領域なんじゃないかな。2万5000なんて、それが今では弱いんですね。すごいね。